ただ君だけ45点。元ボクサーが目の見えない綺麗な姉さんに出会う。過去に何かあって無気力になっちゃった男が恋愛する系のラブストーリーです。実はこの手の映画が苦手で文句たらたらで見ていました。最初あんなにツンツンしてたのに関係縮まったら急にデレデレするの何っていうか、お前から性欲じみたものを感じないんですけど、っていうかお前男いつまでカッコつけて喋ってんだよという定番のツッコミから始まり、ボクシング描写もただなんとなくきつそうなトレーニング描写入れるだけ入れて、試合にはそのトレーニングが全く生きてこないというスポコン好きとしてはそれもう大幅減点でした。そんで後半の大胆なある展開があるんですけど、明らかに30超えた味、お前の人生だけじゃねえぞのおっさんのする選択肢じゃないっていうのもありましたし、愚かすぎる選択がなんじゃそりゃって感じで、もう正直鼻で超笑ってました。派手なアクションもなんだかお茶濁してる感満載で、もう全然面白くないというか、もううっすら寒かったです。この映画ならではの純愛トリックもありましたが、もっともっと切れ味欲しかったです。それでもヒロインを綺麗に撮ろうというのは分かりますし、感動させてやろうという音楽も分かるんですけど、それが透けて見えると冷めちゃうというか、どうでもいいというか、やっぱりラブストーリー苦手なこと再認識した映画でした。